行き先を選んでください。どうしましたか？お腹でも痛いんですか？では先に進みましょう。そこにいたの。なぜ？なの？いいものね。さあ、ある女の子を選んでください。レッツドキドキモードです。不思議発見。ちょっとアウェイかな。大丈夫。まだ中盤。逆転できる。ここだ。やっぱり勝てなかった。動こうか。こんなんされたら違う。うちのんびりできなさい。やひどい目にあったで。あぎゅー4 2本すごい。そうよチャンピオン4。体ポカポカ。あたたたたい。お兄は拒絶？そんなの
ありえない。だってしのぶちゃんは、しのぶちゃん、コーニーのこと大好きだよ。だってしのぶちゃん、私が修行してた3年間ずっとコーニーのことばっかり話してた。コーニーが授業中なんかやくびしただとか、晩ご飯に何を食べてただとか、コーニーが捨てたプリントの裏に書いてあったポエムが素敵だったとか、いろいろとっても嬉しそうに。今私はものすごく突っ込みたくて仕方ないのですが、ここは空気を読んで自重しておきます。一度も、あのしのぶちゃんが、てっきりちょっと喧嘩してるだけだと思ってた。ごめん、コーニー、私にはわからない。ううん、何かわかったら連絡するね。結局ガーディアンの正体は分かりませんでしたね。それでもダメそうな場合は当初の予定通り強行突破しましょう。いいですよね、砲台様。